京都でもやっぱりここの嵯峨の地にいて、この近くのお寺へ子供の頃から走り回って、そういうところで育ってるから、やっぱりその辺りの雰囲気みたいなものがお面に現れてるの違うかなと思います。その和紙はそんなに破れない、繊維が入り混じってかなり強いです。だからそういう木づきの和紙、それもやっぱり明治の紙、明治時代の紙ということに限定というか、それだけを使ってやっているという。やっぱりいい表情の面を作りたい、ちょっと明るい目の表情、色を使いたいなとは意識してる。その人の何かをこう受け止められるような表情、表面があればいいかなと思いますけどね。